じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か。ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか。急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解。あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい。やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった。通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を食ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ。タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんです。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあ、お嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。You're not the man till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, syncing up with the savages. With bad habits, by the way of the dragon, the fight within. Get ignited from real passion, the tires within. Heavy wind, I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost of my old truth. Burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows, hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if one I showed you. One man walking alone, lost in land, running from home. One chance, right in the wrong, no one understands you.間違っているかどうかが道しるべとなっていた頃の空はどんな色。涙で流れること諦めたような悲しみさえ終えずにもなることを拒んだあの時の叫びさえ僕を殺すこともできず今日もののと生かすの切らすことなく注がれるこのガスを報われるかどうかで選ぶ選択肢変わるわけない。あるはずないだろう。バカ見るかどうかは俺次第。全てないだ時の中で僕らいつか笑う。
任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくたってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こっちだ。予定と違う客か。おい、こいつは何だ。コンテナにブツはなし。取引は中止。繰り返す、取引中止。現場にいる者は即時撤収。上等だ。こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ。行くぜ。さらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら私をさらおうと。でもなんで。花は自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。
なんぼとぼけたって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが、売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど。大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったら、それは俺らの方で外して差し上げます。何？シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいても。行くぞ。さっきから小綺麗な喧嘩やな、桐生さんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第二ラウンドや。あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ。よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。
一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。皆さん、楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。そう、まだまだ血が足りません。そこで本日のイベントは渡瀬組プレゼンツ、歴史的な極道の構想三連戦で再現いたします。三連戦、何が始まる。知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざろくにされやしねえ。獅子堂よ、あの5人渡瀬組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた。ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪。近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケート、ブルードラゴン。この夜、町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創設、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長、甘かな花を咲かせます。マジか、途中なんて無理だろ。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。見た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてまね、死んでもやんねえ。キリュウさん、今度はあんたが取り調べよう。待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ、もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな、上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです、残念ながら。くっ、あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか。
上流、お前ら下がれ。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には海連合がうようよしてんだ。やっちまったな、上流。何やってる、鶴野、行け。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ！あいつらに手出しはさせねえ。なら、あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。いいんだ、花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる、花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここは札だって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。上流は俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー張ってもらおうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いい、いいね、上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー！お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。
ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。うわっ、会長、くぅ、なんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。あ、会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。お前らが鬼神会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭純はわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。お前、よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで。ここにいる鬼神会、みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ、それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。いいやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ、誰が雑魚や。桐生さん、こっから外に出れます。わかった、低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて、西谷は俺が。西谷に生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが鶴野は。邪魔し、もう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。